皆さんこんにちは。上野芝キリスト教会の三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は8月9日火曜日、ヨシュア記14章1節から15節、忠実な者の堂々たる叫び、この産地を私にくださいです。私が神学校で勉強しているときに、この日本で長く宣教師をされた先生が、神学で教えるためにアメリカに戻って来られました。その先生と話しているときに、この日本ではラビ・ザコライアスが必要だ、そういう話をしました。ラビ・ザコライアスって知らないかもしれませんけど、世界的なインド系のですね、伝道者です。頭のいい人にキリストのことを弁証するってですね、この人なんですけど、自分はその時からですね、ラビ・ザコライアス、日本に帰ったら日本のラビ・ザコライアスみたいにならなくちゃいけないんじゃないかと思ってですね、いろいろ勉強したりしたわけですけれども、しかしですね、全く違ったわけではないけれども、人間はそれぞれ賜物があるということですね、最近思っているわけです。ロールモデルっていうのがありますけど、私たちはですね、ある人たちはお母さんのように影響になろうと思うかもしれないし、ある人たちは学校の先生のようになると思うかもしれないし、何かですね、この目標を持ってこの人生を生く、それはいいことなんですけれども、しかし40歳過ぎますと自分の人生を生きなければならない。そしてですね、そのためにですね、私たちは素晴らしい模範がここに示されていると思います。今日はそのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。ヨシュア記14章1節から15節。イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人の部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに旧部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼らの中で相続地を与えなかったからであり、ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いてはその地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てた。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がガデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである、と言いました。今、ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに、私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主が
あの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。ここにはですね、ヨルダン川の西側を取って、そしてですね、この、カレブという人が、出てきます。まあ、イスラエルたちはヨルダン川東側を取りまして、そしてヨルダン川を越えて西側を取って、まだもちろん占領する地はあるって言われるわけですけれども、この分割をしてですね、イスラエルの部族にこれを分割する。でその時にですね、ここにヨシュアと一緒にですね、この戦いをずっとやってきたカレブという老兵、この人が出てくるわけです。まあ、昔ですね、このイスラエルの人たちスパイがこの約束の地を覗きに行った時にですね、この怯えた人たち、もうとんでもない、あんな人たちを勝てるわけないって言った人たちがいた一方で、このヨシュアとカレブはですね、この信仰によってそこを取りましょうって言った、そのヨシュアの方はリーダーになっていくんですけども、カレブもやっぱりですね、そのヨシュアを支えて一緒に戦ったこの仲間です。でこのカレブはですね、この自分がですね、ヨシュアみたいに偉くなるっていうか、まあ偉くなるっていうかリーダーになるというよりは、自分に与えられる所有地、自分にこの土地くださいって言ってですね、この申し出るわけです。でこう書いています。6節に、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。まあ、昔の話で若い頃ね、あった。その話知ってるでしょう。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルニアから使わせた時、私は40歳でしたって書いて。でこの時にですね、このよ、カレブはですね、神様からこの幻をいただいてですね、そしてこの約束の地を取る、アナク人、背の高い、連中がいるそのところを取るんだっていうですね、そのことを彼はですね、このはっきりとした幻としてもらうわけです。でその時にですね、彼はこう言っています。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しましたとあります。カレブは神様の力を信じてこの戦いを勝ち抜こう、戦い抜こう、そのように思ったわけです。でこのことは何を表しているのかと言いますと、それは彼が40歳になった時にはすでに、カレブは主の偉大な力を信じる経験を十分にしていたということです。で私たちは人生の春において40歳までの間ですね、人生の春においてまでにおいてですね、神様の素晴らしい御業を体験しておくということが重要です。さまざまな経験を通してですね、神様が生きておられること、神様が奇跡をなされること、神様が祈りに応えてくださること、そういったことを経験することによって人生の夏を生きていく準備ができていくわけです。私もですね、もちろんそのことを進学校の9年間アメリカで勉強している間にですね、さまざまなことを経験して神様は生きておられることを経験しました。私が最初の教会インターンシップをしている教会でですね、このある時ですね、トウモロコシを食べていたんですね、招かれてご飯を食べていた。ふとですね、この奥歯、高校生の時に詰めた奥歯が取れたんですね。僕頭悪いんで一生懸命奥歯を中に戻そうと思ったけど、このなんていうかセメンダインがあるわけでもないし、つかないわけですよね。でフォークをしているうちにそれを飲み込んでしまいまして、もう一体どうしたらいいんだろうかって、アメリカで保険がなかったら歯医者に行ったらバカブラボーに取られますからね、歯医者なんか行くとこできないわけですよね。でそのことをですね、私の言ってたアメリカ人の教会ですよ、日本人教会じゃなくて、もう普段英語で話している、そういう教会である人が知りましてですね、そしてですね、みんなに言ったんです、ね、それとですね、私のことである時電話がかかってきてですね、寮で寝てたらですね、あなたはなんとかっていうこのグローブデンタルクリニックだったかな、なんかそこに電話しろって言うんです。で、あなたはマジックナンバーを言えって言ってその電話したらですね、すぐ来いって言われましてですね、進学2年目の時で進学校、歯全部見てもらってですね、あなたのところに請求書はやってくるが、それは気にしなくていい、ね、
It's been taken care of. もうそれはもう大丈夫だって言われてですね、$2,500全部タダで直してもらって、歯全部直してもらいました。まあもうそれ以来ですね、もう次から次へとですね、不思議なことが起こりまして、神様は生きておられる、もう9年間に もちろんその間で結婚もしたし、もう37歳で私牧師なんですけど、もうまさにもう40歳までの間にもう素晴らしい経験をいっぱいしました。ですからですね、この人生の春においていろんなことを経験したので、もう神様は素晴らしいって、もうそれしかもう言いようがない。でも彼もですね、40歳までに素晴らしい経験をしていたに違いないんですね。だからあの戦いは激しい、あいつらは強い、だけどもこれは主の戦いだ言ってですね、主に従い通すことができたわけです。それで私たちはこの第2番目にですね、人生の夏を迎えるんですけども、カレブの場合はこれ45年間続くわけですよね。40歳から85歳までもう結構長いんじゃないかなと思ったりしますけど、75歳で後期高齢者ですからね、この40歳から85歳までこの人生の夏をやってるわけですね。この戦いの中で彼はですね、この幻を信じて、主の力を信じて、人生の夏を全力で生きた。これは重要なことですよね。彼は神様を信じて、そして与えられている能力を最大限に発揮して、そしてですね、もちろん、40年間さまようなくちゃいけないわけだったから、なんとかいろんな不満もあったし、不平不満もあったし、足引っ張るやつもいたし、もういろんなことがあったですよ。だけども彼はあくまでも神様の約束を信じ続けて、そして人生の夏を全力で生き抜いたんです。でこれがですね、私たちの人生ので重要です。その人生の夏をこの最大限に生き、そしてこのさまざまな生産性のあるというかですね、このもう収穫のある人生を生きるときに、私たちはですね、本当に神様の素晴らしい御業を体験していくことができるかです。人生の春に備えられた神様への信頼、その信頼に基づいて人生の夏に与えられた能力をこの最大限に発揮して、そして神様の御業に預からせていただく、そのことをですね、45年続くかどうか別としてもですね、その時に私たちはこの精一杯人生を生きていったということができるんじゃないでしょうか。でその時にですね、このカレブは言うんです。85歳になったけれども、11節に、しかもモーセが私を遣わした日のように今も壮健です。一体いつまで元気なのか分かりませんけれども、彼はですね、神様の恵みによって85歳でもまだまだ元気なんですね。まだまだゴルフ行ける、まだまだですね、この遊びに行ける、ね、私は練習、ゴルフの練習に行ってたらね、もう、おじさんが僕に言うんですよね、50代の時にはもっと飛ばせたのにってもう全然飛ばせなくなったとか言って、がっかり、何歳ですかって言ったらまだ60代なんですよ ね。でも彼はですね、85歳でまだまだ壮健で、あの最初の戦いの時と同じようにですね、大丈夫ですと、あの時のと同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです、いいですよね。これによってですね、彼は人生の秋を迎えるんですね。彼はですね、神もヨシュアに求めるわけですよね。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日はあなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。まだ残ってるってわけですよね。まだアナク人いるから、そこに行かせてください。そしてその最後のお勤め、それをですね、彼はもう大喜びしてですね、生きていく。でそこにですね、85歳以降、主の約束の実現を喜び、人生の秋を楽しむですね、この彼の姿が あるんじゃないかなと思うわけですよね。やがて彼はですね、短い冬の季節を経て召されていったに違いないわけです。しかしですね、私たちはここでですね、人生の春、人生の夏、人生の秋とですね、それぞれテーマがあって、それぞれ人生の春を一生懸命生きた人は、神様の恵みを体験した人は人生の夏を精一杯生き、人生の夏を精一杯生きた人は素晴らしい人生の秋が用意されている。でそのことをぜひ覚えてですね、神様の素晴らしい恵みにより頼んで、この残されている人生を大胆に歩ませてもらいましょう。いかがでしょうか。皆さんは神様の素晴らしい御業を体験し、あくまでも主を信じることができるでしょうか。人生の夏を準備しているでしょうか。
そしてもし準備ができていたら、いよいよ神様が素晴らしい御業を起こしてくださる人生の夏を迎えます。人生の夏を迎えていれば、それを精一杯生きることができるように主により頼んで生かしていただきましょう。すれば素晴らしい人生の秋が用意されている。この素晴らしい恵みを覚えて、自分の与えた人生をお喜びして歩ませていただきましょう。恵み深い天の父なる神様、カレブが自分の証明を確信し、その相続地を明確にされ、その幻によって人生を生きたように、私たちもあなたから与えられるその証明によって、残されている生涯をあなたの用意してくださっている人生を歩んでいくことができるように、人生の春夏秋とあなたの導きによって素晴らしい祝福を体験していくことができるように、主をどうぞ導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。